はい、どうもこんにちは、酒井です。今日は美咲さんとドッグフードのことについて話をしていきたいんですけれども、実は視聴者様からこんな質問がありました。鶏肉、ラム肉、魚肉、この3つでフードローテーションを考えているんですけれども、季節によってフードは変えるべきなんでしょうか。で、実は僕その点については全く考えたことなくて盲点だったんですよ。で、美咲さんに電話をして、そういう考え方って美咲さんあるっていうことをちょっと相談したんですよね。ぜひね、今この動画を見ている視聴者の皆様にもそういう考え方を持ってドッグフードを選んでもらえたらなと思ったんで、この動画を撮ることにしたんです。そもそも美咲さんのことを知らないっていう人がもしかしたらですよ、まあみんな知ってると思うんですけど、いるかもしれないので、簡単に自己紹介お願いします。はい、滋賀県でペットサロンをしております鳥間県ペットフーディストの美咲です。まあ、このチャンネルで何回か対談させてもらってるんで、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、一応僕も自分のチャンネルで基本的にはドッグフードのことをメインにお伝えしておりますので、また気になる方はそちらの方も見ていただければ嬉しいです。ドッグフードに関して言えば、もう正直僕も美咲さんに相談をすることがよくあるレベルで詳しいので、ぜひね、チャンネルの方も見てあげてください。とんでもございません。こちらもいつも拝見させております。はい、とんでもないです。はい、ということで、今日はフードスペシャリストの2人が教える、はい、季節によってフードを変えるべきか、はい、ということについて話をしていきたいと思っています。はい、今日の動画の流れは、まずは前提知識、お肉の特性を知る、そして次に自分の愛犬のことを知って、季節によって考えるべき部分を把握する、そして最後に季節ごとにローテーションをおすすめしたい理由です。このような流れで動画説明していきます。では早速お肉の特性を2人でちょっと話していきたいんですけれども、はい、まあ、お肉といってもたくさんあるじゃないですか。めちゃくちゃありますね。今日は主に使われることが多い7種に絞ってお話をしていきます。今7種出てるんですけれど、はい、この中だったら一番のおすすめってどれですか？鹿肉ですね。鹿肉の特徴っていうと、低脂肪、低カロリー、高タンパク、あとビタミン、ミネラル系も結構豊富ですよね。ですね。で、バランスがやっぱりいいっていう感じですね。今の安定っていう意味でもなんですけど、僕はまあ鶏肉安定一番安定やね。高タンパク、低脂質、カロリーもそんなに高くないし、まあ、供給もかなりしっかりしてると。ね、いろんなものがあるしね。もう一番最初に特にね、何の考えもなくても、鶏肉いいんじゃないですかっていうことは言えるかな。あとね、ビタミン A とかも結構豊富で、皮膚のトラブルを抱えてるワンちゃんにはこの栄養素が足りてないことが多いですね。2番目におすすめのお肉は、僕は魚肉ですね。魚肉ね、魚肉は僕も結構勧めてますね。やっぱりオメガ3脂肪酸、これもやっぱり皮膚にいいですね。まあ、皮膚に特化したお肉って言っても僕は過言じゃないかなと思うんですけど、何かやっぱ皮膚のお悩みがあるときは、まあ、さっきの鶏肉というよりかは、まあ、魚っていう方がいいのかなと僕個人的には確かに思いますね。あとね、隠れた栄養素として DHA とか EPA とか、その辺の抗酸化成分なんかも豊富に含まれてますよね。じゃあ次、酒井さんの、次におすすめなお肉は、そうだね、2番目ラム肉かな。また無難なところを来たね。やっぱりね、もう昔から使われてるでしょう。で、やっぱそれの理由っていうのは安定してるんですよ。まあそうね、そのバランスなかなかにいいんですよね。なんていうの、悪い部分見当たらない。でもって L カルニチンなんかも豊富で、まあ、ダイエット効果も期待できますっていうところで、割とおすすめできるワンちゃんが多いんですよね。そうですね。人間ではちょっと癖のあるお肉なんですけど、その癖っていうのがワンちゃんの食欲をそそる。そうそうそう、食いつきもなかなかいいんですよね。ありますね。じゃあ3つ目。3つ目は、まあ、ちょっと珍しいお肉にはなってくるんですけど、馬肉。ああ、馬肉いいっすね。鹿肉と結構かぶる部分ありますね。やっぱり低脂肪、低カロリー、高タンパク。言ったら結構姿形っていうか生活が似てますもんね。そうですね。この鹿と馬っていうのは、アレルギーにもなりにくいお肉ですね。やっぱりそれだけこう鶏肉と比較していくと、まあ売ってるドッグフードの数も少ないので、やっぱ珍しいお肉ほどアレルギーは出にくくなってきますね。3つ目、酒井さんのおすすめは、まあ、3つ目牛肉。牛肉、まあね、無難と来てますので、まあそういう感じですよね。はい、で牛肉ね、特徴としては指向性抜群。
そして、まあ、良質なタンパク質等も含んでいますということで、まあ、食いつきが悪い子なんかには僕結構おすすめすることが多いです。まあ、確かにこう鶏肉食べない、じゃあ次なんですかって言った時にやっぱり牛肉、まあ、まあ出てるドッグフードもたくさんあるので、非常にいいかなと思いますね。ただ意外に与えてる人少ないのが牛肉なんですよね、僕思うのは。だからアレルギーとかもそんなに出ないのかなって、まあ、まあもちろん出る子はいるんですけれども、出ないのかなっていうふうには思ってます。やはり鶏肉の方が出やすいイメージはありますよね。そうだね。じゃあ最後、はい、これもめちゃくちゃちょっとねドッグフードになると少なくなってくるんですけれども、豚肉。で豚肉っていうとやっぱビタミンが豊富なイメージはありますね。そうですね、あとあの疲労回復、ちょっとワンちゃんには関係ないかもわからないんですけれども、疲労回復っていう効果も期待できます。ただドッグフードあんまり豚肉で作られてないんですよね。まあ少ないですね、まあだからこそアレルギーとかは出にくいかもしれない、まあこういう感じですね、これでお肉の特性を皆さん理解できてドッグフード選びの大きなポイントになってくるっていうのは分かったと思うんですけれども、今日のテーマの季節によってフードを変えるべきか、この部分に大きく関係してくるんですね。ではここから本題に迫る内容、季節の特徴によって与えるフードを考えようという話をしていきます。で分かりやすい季節で言うと夏場当然暑いから、食欲が落ちたりするワンちゃんも結構いるよね。そうですね。なので、まあ、嗜好性が高い牛肉にしてみようとか、まあ、さっき美咲さんは犬ではあまり関係ないかもしれないけど疲労回復効果ないかもしれないけどっていう話はあったんですけれど、豚肉を与えて、疲労回復考えてみようとか、そういったことも考えられると思うんですよね。ですね。で冬は冬で乾燥する季節になるんで、荒れやすい皮膚を守っていくために魚がいいよねっていう話もあそうだね、この季節によっての変化とともにドッグフードも変化させていくということが大事ですよね。そうだね、まあ、考えようっていうことだよね、ちなみに春とか秋、まあ、この2つの季節ってまあよく似てるでしょう、でこの2つの季節だったらこの原材料のお肉がいいんじゃないとかっていうのがあったりします？一応僕が思うのは、冬場が太りやすいって言われるんですけど、実は僕痩せやすい季節やと思って、で春になってくると徐々に太りやすい季節に入っていくという考え方を持ってるので、春に入った時点でなるべく高タンパクなドッグフード、太りにくいドッグフードに変えていく。先ほどおすすめに挙げさせてもらった鹿肉であったりとか、馬肉であったりとか、このあたりのドッグフードっていうのがおすすめかなと思います。で今の話の中で僕ラム肉も結構おすすめなんですよ。ああなるほどね、バランスもいいし、そのさっきのちょっと太りやすくなってくるよっていう時に、ダイエット効果も期待できるよねっていうところで、ラム肉もねちょっと美咲さんのこのリストに加えておいてくれるといいな。なるほどね、Lカルニチンがやっぱり効果を発揮してくれますよね。そういうことです。で今美咲さんといろんな話をしてきたんですけれども、ここから我々がフードローテーションをおすすめする理由、これにつながっていくんですね。はい。それでは最後、季節ごとにローテーションをおすすめする理由についてお話していきます。まず1つ目、アレルギー反応の蓄積を抑える、そして2つ目、いろんな原材料からいろんな栄養素を取ることでより長く健康でいられる。そして3つ目、やっぱりワンちゃんにも秋っていう感覚は存在するので、同じものをずっと食べさせてると食べなくなるっていうことをやっぱりよく聞かれます。でこれをフードローテーションすることでいつでも新鮮な気持ちで食事を楽しむことができる、この3つが大きなメリットかなと僕は思ってます。異論はございません。異論はございません、で今言ったのはあくまでフードローテーションのメリットなんで、美咲さん季節によってフードローテーションした方がいいよねっていうのは何かあったりします？やっぱもちろんありますね、で先ほども言った通り、そのずっと長いこと食べると食べ飽きになる、で長いこと食べると栄養が偏るっていうところを踏まえて、皮膚の悪い子、冬場は、必ず魚に行くんですけれども、やっぱ春になると違うフードには変えていきます、まあ、ワンちゃんの状態を見ながら、そうだね、変わっていくので、厳密にじゃあ春はこれ、夏これ、秋これ、冬これとは言えない、そうですね、まあ、ワンちゃんの今の状況によって、そこを考えれるようになりましょうっていうことだもんね。そういうことです、まあ、楽しみながらもうこれが正解っていうのもないので、今はまずローテーションしていくことが大事ですよっていうことを知っていただければ、いいかなと思います。はい、ということで今日はフードスペシャリストの2人が教える
季節によってドッグフードは変えるべきかということで美咲さんと話をしてきました、はい、これで多分視聴者の皆さんは、はい、ドッグフードについてより深く学ぶことができたんじゃないかなと思います。ワンランクレベルアップしましたかね。もうしていただけたと信じてますで過去の動画でもね結構2人でバチバチにねもう喧嘩血を見たかなあのサムネでも怒りを表してるものがいくつかありますので、うん、あそうね、はい、毎回ね喧嘩してるんですよいつも2人でねいろんな話してるんですけども、今後もワンちゃんの体や食事について、まあ、他にもいろんなことやってるんですけれども知りたいっていう方はぜひバウアーチャンネルの登録もお願いします。そしてドッグフードにこだわりすぎるトリミングサロンパピーズハウス美咲、こちらもチャンネル登録お願いします。こだわりすぎるになっちゃってるんや。気づいた。ありがとうございます。気づいた気づいたドッグフードにこだわるトリミングサロンパピーズハウス美咲、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ちょっと右手でやってくれるそんなこと知らねえよこのローテーションのことで、うん、僕ちょっと一個聞きたいことがあって、うんうん、僕個人的に酒井さんあんまローテーション進めないのかなっていうイメージがあったんですけど、うん、結構進めるんですか。あ全然進める。あそうなんですか、うん、うちの犬一袋ずつローテーションしてる。あそうなんや、うん、めちゃくちゃ意外。あそう、うん、ずっと同じではない。割とその無難な酒井っていうイメージだったからいやそう、いや別に無難でもいいじゃん無難とローテーション関係ないだろそれ何かこう、うん、選ぶ基準ってあるんですか。いやうちの子がねやっぱアレルギーが結構強いのよ、うんうん、だから少しでもその症状を抑えてあげたいから、うん、まあ出なさそうな原材料で、うん、こうくるくる回してるっていう感じ。まあ具体的に言うとラム、鹿、豚あたりかな、うんうんうん、このあたりでちょっと今回してる。ざっくり考えてしまうとじゃあ何を選んだらいいかわからないっていうところがあるんで、はいはいはい、その酒井さんに言った、うん、うちの子はアレルギーの出ない、うん、でこう何かこうカテゴライズしてもらえると、うん、より絞られてきて選択しやすくなる、はいはい、まずはその自分のワンちゃんにどうなってほしいのか、うん、そうだね、これ非常に大事かなと思います、うんうん、で今日のテーマの季節をそこに絡めていけるとよりいいですね、うん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 。